はい、こんにちは。クワハラセウタでーす。なんか、ですね、酔っぴーるとね、なんか面白そうな程度からやっていきまーす。もちろん、みっちりとは疲れた。しかし、俺は怒らながらも上の空。乙女さんになんて会社か覚えてねーや。もう、ヨッピーでも頭がいっぱいになってるってこと？レオくん、一緒に帰ろう。言わなくても一緒に帰る予定だった。黒金先輩に、いっぱい怒られたの？くっそ怒られましたよ。なんて怒られたかは覚えてないけど、私と言ったこと黒金先輩には言ってないの？言ってないよ。言ったところで佐藤さんで怒られてしまうかもしれなかったからね。そっか、そうだよね。レオ君は私のためを思ってくれたんだよね。これからもずっとレオ君も私だけを見て、私だけのことを思ってくれると嬉しいな。これが彼氏彼女の関係たちなのか。その言葉が俺の胸をわしづかみにする。俺はヨッピーの胸をわしづかみにしたいけどな。それじゃあ、その私の家に寄ってかない？クイクイ袖を引かれた。ドキッとしたが反面内心とても嬉しい。でも昨日来られたばっかだし、さすがに夕飯ぐらいまでに帰れないと次は月まで飛ばされそうだよ。分かったよ。今5時だよね。夕食までまだ時間あるでしょね。でもね、あのヨッピーの家からレオくんの家までどんくらいか知らんけど、まあ、30分としてもね、1時間ぐらいしか。結局お持ち帰りされることに。でも5時やったらもうそのまま帰らんと、もう早いとこやったらもうご飯できるで。鍵をかけてカーテンを閉める。なんでそこまですんだ、レオくん。やっぱあれか、あのベランダから覗いてる人がいるかもしんねえからか。いきなりの不意打ちのキス。唇と唇が重なる。いつも以上に長い。お互いが磁石のように一人の唇は離れようとはしなかった。まったく、遊んでいたから帰るのが遅れた？無断外泊の後は遊んで時間に遅れるか。お前の根性は本当に腐りきったようだな。そんなことありませんよ。今日はとことんお前の根性を叩き直してやる。指輪前提時だ。謝っても今日は許さんぞ、腰抜け。むしろ腰砕け出すよ。もう言っときゃいいんじゃないの。ヨッピーと最近付き合い出してちょっと遊びに行ってってみたいな。乙女さんのきついお仕置きが終わったら足腰がボロボロだ。だがそんなにきついお仕置きの中でも佐藤さんのことを思い出してしまう。ほのかに残っている佐藤さんの感触、唇を人差し指で拭っていく。さて、近頃お前の中だるみはひどすぎるぞ。もっと学業に専念しろ。中だるみの2年生ですよ。何をしているのかまでは聞かないが、私はお前のことを見てくれと言われているのだからな。だから気をつけるんだぞ。乙女さんは風紀としての遅刻限界まで俺に注意をしてから家を出た。なあなあ、すごいこと聞いたんやけど、聞きとうないか。いつものとてもいい話ね。どうでもいい話なの？どうでもいい話かどうかは聞いてから言うべきやったな。聞いて驚くんじゃないで。ヨッピーと対馬が付き合うとるって話や。それはびっくりね。まあびっくりしなそうな言い方やな。情報が広がるのね。どうしよう、困っちゃうよね。あんま困ってる感じには聞こえへんけど、今の言い方。しかし一番最初聞いた時は驚いたけどね。でもヨッピー本人がも広めとるよなこれ。あの対馬くんといきなり付き合い出すって言われたら私だって驚くわよ。そっか、私はエリーっていう親友がいて、レオくんっていう彼氏もいて、今とっても幸せなんだよ。なんだろう。どうしたのエリー。いいや、なんでもない。ヨッピーの幸せならいいわ。それでいいんですよ。チェーサー。なんだこの酒だった視点は。進まぬやつ。クラスのアイドルを。俺がヨッピーのことを好きと知っておきながら。なんか冷たい視点がグタグタと刺さる。聞いたぜ、お前ヨッピーと付き合ってるんだってな。せやで、嘘やん、なんで知ってんだよ。考えろ、俺の脳みそ、思考を止めるな。
なるほど、口が軽くて空気に読めない浦上さんが犯人と見た。違うって、うちが主犯じゃないって。主犯ではなくて、主犯があなたもやっぱり広めてるってことですか。主犯って一体何なんだ。なぜかこの時間にメール。マナちゃんに話したのって私なの。ごめんね、こんなこうなると思わなかった。いや、分かってって言ってやる、あんた絶対。なるほど、話しちゃったのね。しかし、なぜか引っかかるな、この文章。俺はいつまでも応援してるぜ。そういうことだけ。クマラは応援してくれるよな。言ってるだろ。俺はお前が色恋沙汰の話に夢中になってる姿を見たいってよ。はいはい、皆さん席についてくださいな。ホームルームを始めますわ。今日は遅れずに来たってことか。レオくん。何ですか。くんづけ読みね。何デレデレしてやがんだよ。しかしその言葉がさらなる負のオーラを作る。あの二人もう名前で呼び合ってる仲なんだべ。羨ましい、羨ましすぎるぞ。何デレデレしてやがんだよ。つうか、なんで冴えない顔の対馬くんと付き合ってるのかが僕には今の僕には理解できない。アンインストーコーの星のむ。まさかここで門脇くん出てくるとは思わなかったな。前回の英語のノートだから。みんな見てるっていうか。え、やだ、恥ずかしいよ。急に顔隠してその場に座り込む。お前、ヨッピーを泣かせていいのは俺だけなんだぞ。お前は泣かしていいんかい。いや、何言ってんだよお前は。よくも一人で美味しいとこ持って行ってよ。フカキレが俺の襟を掴む。やめろって。俺とフカキレの間にグイッと佐藤さんが割り込む。私を泣かすのはどうだって。いきけい、ごめんなさい、僕が悪かったです。はい、だよね、そうだよね。何か今ヨッピーの後ろに黒い生物が見えた。何ですか、スタンドですか。それは倒せそうな生物か。何、スバル君は倒そうとしてくれとんの。悪の根源は大きそうだ。俺のパワーじゃ抑えきれなさそうだ。にしてもレオのやつ、とうとう体に溺れちまったみたいだな。抜け出せなくなる前に早めに手を打っておかないと痛い目見るぞ。悪霊退散、悪霊退散。本領もののけコマンダー時は東万西万すぐに居場所、陰陽寺レッツゴー。ほんと、一瞬でクラスの話題になっちゃったね。お前がしたんだろうが。だね。今日一日は本当に付き合ってるのかって質問攻めだったからね。なんか嬉しそうだな、本当に。これでクラスの公認カップルになっちゃったね。公認っていう言葉に当てはまるのか。公認だよ。そう、俺はクラスの変わりつつある空気をまだ知る由もなかった。ねえレオくん、今日もうちに寄っていかない。クイクイと襟を引かれた。それ上目遣いでじっと見てくる。それじゃ少しだけ口の中に唾がたまる。それじゃ佐藤さんの部屋に入る。鍵をかけてカーテンを閉めて、電話の電源も。これで二人だけの世界ができたよ。小さくキスを交わした。何、どっか出かける。ん、なんかやってる。俺の携帯電話を開いている。カチカチとボタンを押して俺の携帯電話を調べている。そっか。何かを納得した佐藤さん、パタンと携帯電話を閉じて、またタバスに携帯電話を置く。そしてもぞもぞと俺のテール布団の中にも、少しだけって言いながらもがっつり寝とった。大丈夫だよ、私はレオ君を信じてるから。どういうこと。帰ったら23時。乙女さんの地獄のような説教が待っていた。なんでそんな少しだけのはずから23時までおんときなんで寝とんのって。まあ多分ベッドで横になるようなことをしたんやろうけどさ、それをはしょられとんのやろうけど。さすがに連続で乙女さんから説教されてるんで、今日は佐藤さんの部屋には行かないでおこう。行ってしまえば間違いなく佐藤さんの体に溺れてしまうに違いない。これだけは絶対に回避だ。レオくん、今日はどうする。佐藤さんがうちに来ればいいんじゃない。けどさすがに家に行っちゃうとまた乙女さんに怒られそうだ。黒金先輩にいっぱい怒られたの。いっぱい怒られましたよ。
さすがに朝までテーザーは答える。そのおかげで今日の俺はヘロヘロくん。大丈夫だよレオくん。大丈夫じゃねえよ。しっかり時間を決めて帰れば問題ないよね。そうもできんの23時になったんじゃねえかよ。それでまあダメだった気がする。ダメかな。涙目になる佐藤さん。これはきついぜ。女の涙ぶきとはよく言ったもんだ。こんな状況に立たれたら誰しも OK を出すしかないじゃんか。まあ少しだけくらいだったら寄っていけるかな。わかったよ。うん、ヨッピーがうちに来ればいいんじゃないの。ただレオ君にはしっかりと私のことだけを見てもらわないといけないから。何かボソって言われた気がするけど、何って言われたかまではわからなかった。これは佐藤さんのまま佐藤さんの家。部屋に入るとすぐ鍵とカーテンを閉める。携帯電話のゲームを通して電話線まで引き抜くと。そこまでするの？っていうか、あの高校生の一人暮らしだったら固定電話普通なくね。これで誰にも邪魔されない世界の電話 Wi-Fi とか切るってこと。電話線引き抜くまだルーターでさ。そしてレオくん、いきなりのキス。なんていうか不意打ち。そのままとサリとベッドに押し倒される。今日も俺は佐藤さんの体に溺れるのか。うん？携帯電話の携帯電話の時計を見る。電源切ったんじゃないの？22時の文字。うーわ、昨日の夜も来られたのにこの時間に帰ったらなんて。もしかして佐藤さんあれなの、キスするふりしてあの口移しで睡眠薬かなんか持っとる。さて帰らないと。すっと布団から出る。優しくすれば優しくしてくれるの。ん？ずっと優等生でいれば叩かれないから。何叩かれないって。そのなんかネットで叩かれるとかじゃなくて、なんか親から虐待でもされとったってこと？寝言？なんか引っかかる言葉だな。あまりにもぐっすりと眠るから起こすのが悪いと思ってしまう。記憶だけ残して今日は帰るか。こっそりと家に侵入。電気もついてないから大丈夫だろう。この時間なら乙女さんは。今日はとことんお前の根性を叩き直してやる。乙女さんが手を込んだ罠を張って待っていた。謝っても今日は許さんぞ腰抜け。だから腰抜けじゃなくて腰砕けだって。ズビバデンデジだ。こうやって今日も乙女さんに怒られる。足がしびれる。ほふく前進で階段を登るのがきついぜ。一歩進んで5分悶絶。初めてだぜ。自分の部屋に届くのに1時間もかかるなんてさ。おう、It's Monday! 携帯電話がチカチカと光っていた。留守番電話だ。レオくん、次の休みに私の部屋に来ない？他に選択しないのか。佐藤さんの部屋か。また乙女さんに怒られたのを作りそうだ。今回は乙女さんに ちゃんと話していくか。ちょっと遊んでくから帰り遅くなりますって。今日は休み。佐藤さんの部屋に呼ばれて一緒に休日を過ごすことになった。そして引けるだからというのに何度も何度も唇を重ねられた。うん、カーテン閉まってるから暗っ。家に帰るの？昼だよな。昼って言ってたよな今。暗くねえか。カーテン閉めとった言うても。いや前もって言ったから結果は降りたけど、これが続くのは危ういかな。よかった。笑顔が眩しいっていうか、日本でしかもパジャマやしな。ねえ、なんで昨日は私に何も言わずに帰っちゃったのかな。え？それは気持ちよさに寝てたから。起こすのことでもないかなと思ったからさ。そっか、私のことを思ってやってくれたことなんだけど、私は1分1秒でも長くレオ君と一緒にいたいの。どんな時でもレオ君と一緒にいたいの。いっそこのまま時間が止まればいいって思うくらいなんだから。なんて大げさな。これから気ぃつけるよ。うん、気をつけてね。そうだ、俺も一つ聞きたいことがあるんだけど。何かな。優しくすれば優しくしてくれるって。ずっと言うとすれば叩かれないから。こんなにこと言ってたんだけど。何それ、私そんなこと知らないよ。まあ寝言なんか普通わからんわな。俺の言葉をかき消すかのような強い口調。え、いや変な夢で見てるのかなと思ってさ。見てないよ、夢なんて覚えていられないから。覚えてない、覚えてる夢もあるけどな。ごめんね、全然答えになってないかな。まあ、 寝言なんか知らんかなっていうのでいいと思うけどな。
うん、別に問題ないならいいよ。なんか喋るとか全然聞き取れなかったな。ん？私にと一緒にこの世界からいなくなってもいいよ。ん？いなくなってもいいよって最後言った？うん。なんでもないよ。レオ君だけは。違うんだからね。レオ君だけは特別なんだからね。文字として起こされとったところも全然聞き取れなかったから、まあ合ってるかどうかわからんけど、最後いなくなってもいいよって聞こえた気がするな。特別っていう言葉は微妙に嬉しいかも。分かってくれたならいいや。うん。言葉の意味は理解せずに。朝からマジでかったるいですよ。じゃあ朝からかったるいで一旦終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。